JR 山陽線瀬戸駅をご紹介します。渋い色したバス、在りし日の姿。なんだろうこのボール、見つかっちゃった。それではスタート。瀬戸駅にやってまいりました。まだ日が昇っておらず暗いですね。少し、115系電車が瀬戸駅を出発していきます。岡山行きです。瀬戸駅では学生が多く乗り込んでいきました。瀬戸駅は岡山市に位置し、城東駅と万富駅の間にあります。1日平均乗車数は約2300人で、普通のみ停車します。寒い、風が寒くなりました。貨物列車がやってきました。来たー、210、桃太郎をやってきた。風もやってきた。寒い。相対式ホーム1線と島式ホーム1面2線となっています。停止位置の表示が黒字に変わりましたね。駅ナンバーは JRS06。 電車を取る仲間を見つけた。朝早くから通勤通学ご苦労様です。待合室は待合ギャラリーと言われます。暖房が効いてて気持ちいい。いい写真だ。マフラーの時期か。この駅にあった初代の跨線橋は熊山駅にあります。2011年から3代目の跨線橋となり、南口の改札および出口が追加されました。岡山行きの電車が来ました。慌ただしい平日の朝です。岡山方面です。岡山まで普通で18分、だいぶ近くなりました。南口です。北口からは多くの利用者がやってきますが、南口は静かです。美しい円のロータリーのそばには森があるんです。少し紅葉してきたかな。エレベーターも完備して、都市近郊の駅といった風情です。特急稲葉がかっ飛ばしてきました。なお、自由通路ではありませんので、南改札を通って北側には行けません。そんな時はぐるっと西側を回っていきましょう。ちょっと頭をかがめて当たらないように気をつけましょう。
駅のそばには2階建ての駐車場、有効に活用して32台置けます。駐車料金は24時間で610円。ここのいいところは空き状況が表示されていることです。迷わずに進める。駅舎は昭和の香りがします。スロープや通路の屋根など追加の工事により快適性がアップしています。扉ありの自動改札機と電光掲示板が利用者の多さを示しています。切符の販売機は緑の券売機プラスを含めて3台あります。そして昔の駅の姿も。これは熊山駅に移築された跨線橋ですね。岡山経由備中高橋行きです。伯備線にある駅ですね。瀬戸地域には万富駅と瀬戸駅がありまして、今から瀬戸駅を出発し赤岩市に入って桃園を見に行きたいと思います。あと桃のガスタンクもぐるっと回ってくる感じかな。距離があるのでバスで赤岩市役所に向かいます。渋い色の宇野バスです。ネオポリスってかっこいいじゃないですか。調べてみると民間による大規模ニュータウンで現在1万6000人が住んでいるそうです。途中山陽自動車道をくぐり赤岩市役所まで18分、到着です。ネオポリスはこの先です。赤岩市役所の本庁舎は現在改修中、令和7年1月の完了予定です。隣は中央公民館。どこに桃があるんやろ。桃がどっかに植わってて木があると思うんですが、見当たりませんね。もっと山の近くかな。見えてきた。あれだ。これこれ。あそこに向かいたいなよ。教会は。11月も終わりになり、風が強く冷たく冬らしくなってきました。どんどんと冬がやってくるね。寒くなる。でもかじかむ。桃の木を見つけました。すっかり葉っぱが落ちきってしまいましたね。こうなるんだ。枝が吊ってある。そして葉っぱは落ち、新しい芽が準備されています。結構大きいな。いっぱいあるじゃん、桃の木ばっかり。なんていう品種なんだろう。梅雨に輝いて綺麗ですね。収穫は終了。カバーかかってる。
こちらは桃の直売所かな。今は時期じゃなくて閉まっています。桃は品種によって7月上旬から9月中旬までが出荷されるようです。桃食べたいなぁ。枯れた葉っぱを集めて下をきれいにする作業をしてるみたいね。桃の1本の木から200個ほど収穫できるそうです。これだけあれば何万個も取れることになる。これは防蛾と、ガーが嫌いな光を放ち桃に寄せ付けないようにしています。こんなタイプもあります。今は植え替えの時期。藁は土の表にかけて布団のように使います。こちらは集荷場でしょうか。桃の畑を抜けると神社があるんです。行ってみましょう。畑の周囲は電気柵がびっしり。何かの動物がや偽善と呼ぶところでしょうが、地名から熊崎と呼んでいます。久しぶりに石の狛犬になった。窓にアルミサッシがあり、ちょっと現代的。天井に昔の木材があったりして、物を大切にしている感じがします。本殿の裏に柱が祀ってありました。バスを降りた市役所の周辺が伺えます。再び桃の畑に戻ると、タヌキでしょうか。さっきから定期的にカラスの鳴き声がするなぁと思っていたら、これでした。桃を栽培するのって敵が多くて大変なんだね。植えた後の幼木には藁を敷き詰めます。柑橘類も植えれば育つ。大きい家が多いな、やっぱな。農業で場所を必要とするっていうのもあるけど、裕福なんかな。本日の桃ですな。登ってきたところは一面の桃です。すんごい数だね。ここは有名なところで、春には多くの花見客が訪れるそうです。開花時期は3月中旬から4月上旬です。めでたい、なんかめでたい。桃の花は桜に似ていますね。畑の上には農業用のため池があります。山には桃のガスタンク。山陽団地に登ってきました。ここにも宇野バスが通っています。登り切って角を曲がると見えてきた。
聞いたよ、タンク入りきらねえ。でけえタンク。岡山ガス、岡山ガスが管理するガスタンクで、直径21メートル、重さ260トン、山陽自動車道からも見えます。こりゃあ日本一大きい桃だろう。階段も色分けしてあるね。上まで伸びる。これでよかったな。さて、山陽団地は1970年頃から開発され、現在は5500人が暮らす町になっています。岡山駅方面のバスがありますが、瀬戸駅へはありません。市役所近くまで行かないと瀬戸駅行きのバスには乗れません。さて、次は酒蔵にやってきました。大正時代のモダニズム建築といった風情、ちょっとだけね。今の時期新酒ができたところだそうです。桃の里の名前で通っています。純米酒舟口、こちらは濁り酒、甘酒もあるのか。桃の絵が掲げられていました。本格辛口は香り少なめでキレがある。桃の里は柔らかくて飲みやすい。飲もう。うまいね。カーッとくる感じが日本酒だね。大型バスで遠くから観光に来られるんだそうです。近くにはスーパー丸中、イオングループのマックスバリュー西日本のスーパーマーケットです。この辺が山陽地区の中心部でしょうね。バスに乗って瀬戸駅に向かいたいですが、どうかな。お、医師会病院前バス停、バスはあるか。あら、次お昼までないし。歩いて41分、なかなかきついな。頑張って歩こう。桃が小さくなったね。遠いとこまで行ったわ。山陽自動車道の山陽インターにやってきましたね。シュエーン。今度はどこに行くんでしょうね。ああ、こんだけ売りがあるのすごいね。そして桃の花、そしてブドウ。めっちゃええとこやんけ。行きはすごく早かったのに、帰りはめっちゃ長いわ。歩いたら長い。岡山市へ戻ってきました。旧瀬戸町のマンホール、真ん中にカタカナで瀬戸とありますね。主要な道路の県道96号、蔵のある家がちらほら。家の壁はナマコ壁で、平瓦を水平に張るものを芋張りというそうです。駅前のスーパーはハローズ。
その一角に四季島堂があります。瀬戸内市に本店を持ち8店舗を構えます。店内は上品な雰囲気でゆっくりできます。桃が食べれないなぁと思っていたらいいのがありました。ジュレは液体をゼラチンで固めたものです。混ぜ混ぜしないと出てきませんよと店員さんに教えてもらいました。そうこうしていたらお試しにどうぞって、ありがたいね。ぐるぐるしてから飲んでみよう。すごい桃感、うめー。桃が食べれない時にも味わえるようにと JA と共同開発したんだそうだ。店内には瀬戸内市出身の竹久夢二の名を冠した商品が多くあります。またこの時期正月の餅の予約が多いそうです。さてハローズではお茶を買いました。ハローズセレクションとして取り揃えています。ハローズは広島県の会社で瀬戸内海に面する6県に104店舗を構えます。駅前に商工会、町の発展に商業は欠かせません。ここにも桃、桃たく、駅前はレトロ感が漂います。なんかレトロだね。橋の欄干、ママタリ橋、商店、すごいレトロ感。何なんやろうこの建物。食堂、食堂もなんかレトロだな。電柱は木製、現在も活躍中。さあ駅から行こうか。岡山行きは12時19分発。こちらは瀬戸駅折り返しの電車。一番線は和気姫路方面。もうすぐ12月だけど緑が濃いね。なんて気持ちのいい青空なんだろう。さすが晴れの国岡山。待合ギャラリーはまだ暖房が効いてる。あ、マントミの曲がる鉄橋だ。神戸からもう128キロ。
貨物列車も桃太郎。瀬戸駅は岡山のベッドタウンとして発展してきました。しかしマイカーやバスでの通勤が多く、駅の利用はそう多くはありません。同じ市であれば駅前開発が進みやすかったかもしれませんね。それでは今回はここまで。またお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よろしくね。